昔、この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな。頭の八五郎は七尺を超える大男で、槍の達人。そりゃ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで、大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか。藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、八五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈放させたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後、切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も悲惨結果の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように骸になるのだろうとな。おしまい。じいさん、話はそれで終わりか？何？どう？な、あ、な、後にこと、たま。
それが。ヤゴロウたちと。よしや。鋭き水の流れのごとく。
島だ。これにて王手と相なったか。下がれ、ライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとるゆえ。私は由井小説烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。兄ちゃん見つけた。カヤか。やっほー兄ちゃん。悪い。こら。こ。ま。も。食べて。いや、いつ結局お腹自分
あれは…ふ…に…一言もない。本当にしょうがないんだから。どうせ…こ…ま…で…ほんで…わ…さ…は…あ…イオリさん、来るのを待ってたよ。ちょうど。ああ、それな。盗みをよっ、近頃ローゼ会まあ、かんよ望んだう、いそはず通りに盗みに入る。石川何が何鋭き水の流れのゴリラ。一つ強くなれたか。片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。手ごわかそそう。お、左手あざあざすこ放っておく。なあ、そうかい。明日も来い。明日だ。さて、thank you.
疲れ様。夕げの握り飯も用意。このあ、いた光玉は寝ているか。あったか。逃げるにしかず。俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。待て、貴殿は。ふむ。いとまがない。呼び人よ、君の名は何だ。イオリ、宮本イオリだ。ではイオリ、遅れるなよ。待て。気やすな。行くぞ。逃がす。ペア。君、剣以外の脳はないのか。なくはないが。押し切る。行くぞ、イオリ。本職ではないがな。まじない、妖術の類か。本職ではないが出が早い。うん、剣のみよりいくらかマシだ。奥の手。
逃げるのはやめだ。ここで仕留める。灰は灰、塵は塵。すべてを等しく燃やし尽くしましょう。あの槍、なんぞ。人が命が惜しくば下がれ、より私がやる。少し彼らを見たい。ライダー、見せてやる。セット収める気はないか。ならば俺はホーグ。
やめろ！サイバー！今の何が起きた？聞きましょう。我らも宮本伊織殿、逃げるか。待て。なぜ町を、いそそそ見ればわかるだ。わからない。圧倒、いわば殿下の、それではただの、とにかくぬそういうもの。エーゲ、エーゲ、そうだ、君は、宣告。七人のマスターが君を、そう、我、私、よ、かつ、し、し、立ってあ、ぼ、えれ、す、せん、あれ、せ、ど、で、この、こ、君、いや、わ、ね、ない、おのがねが、ど、と、ね、うん、きで、ないの、え、と、もの、も、うん、嘘だよ。うぐ、正直な。さようなは、ら、とも、土、ほ、な、それ。待て。